こんにちは、こんばんは。IQ レスということで、新シーズンの三宿目さん来ました。23個目です。23個目。おそらくね、今回のミシック迷彩、最弱です。最弱です。なぜジャック1、2で出したのか。俺はね、不思議でしょうがない。もう謎が謎を呼ぶって感じ。で、一応これ副産物とか、あい、怖かもね。え、ちょっと待って。今回のドロさ、全体的にチャッチーくない？まあ、チャッチーって言うと、全体的に弱いですよね。いや、副産物も M4 やし、あとメイン武器もジャック1、2やし。ちょっとこれさ、何が、まあ、ジャックに大幅な強化されてっていうんだったらわかるんですけど、強化もクソもないからな、今シーズンのジャック。ドラゴンブレスランが追加されたぐらいですから、しかもその問題のドラゴンブレスランもあまり強くないでしょ。これスキンとかどうかっこいい。メーヘラ彼女こんな目してるよな。俺彼女できたことないけど。え、ちょっと待って、しかもさ、これ下の方にさ、エコーっていうのがあるんですけど、これなんや？あ、うわ、え、ちょっと待って、え、ちょっと待って、下これ、条件見て、条件。クリグ6、アイスドレイクのミシクレベルを5に上げる。ジャック1、2、ライジングアッシュのミシクレベルを5に上げる。え、だってさ、これ10、ちょっと待って、これ、10万かかるよ。ミシクレベル5までにすんのって、多分ね、大体その、これ上限ね、ピンキリなんですけど、まあ、大体5万かかるんですよ、マックス。たまにその4万5000とか、運が良かったらね、あるんですけど、5万5万で多分これ10万なんよね、この迷彩。もうしゃあない、まずは回すしかない。もう散財や。まさに散財ってやつや、これは。もうお金どんだけ解けね、今日すごいぞ。もう取るねー。灰からの復活。なんかしろや。そして、フェニックスの願い。で、次何スキンか？あー、パラシュートな。もうパラシュートええんよ。これ、バトロア勢だけやからな。こんなもん言うたら。で、M4 でしょ。これ、絶対特殊アイアンサイトじゃないですよね。正直言って、これ多分、副産物としては、あ、いや、でもこれ分からんぞ。ワンチャンこれ、もしかしたら、特殊アイアンサイトかもしれん。でもいい。もう進もう。突き進もう、とりあえず今は。前に進むことしか考えてないよ、俺は。そして、これ、アーテリーなんか一応。なるほどね。アーテリーの、メーヘラ彼女スキンっていう。そして来たね。もうとりあえずアイアンサイトを見せてくれ。でなんですけど、ほんまはね、こっからないよね。COD モバイルのいっちゃん、もう心臓痛くなるところ、握りしめられるような思いをしなあかんよ、今から。え、だってみんなさ、このエコー迷彩欲しいでしょ？このミシックエコー迷彩って言ったらいいの、これは。一応これはほら、クリグ6もありますよと。だから、炎と氷って感じか。なるほどね、対になってるってわけや。おらら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 らもう早いって玉切るパチンコやんけこれパ早すぎるんよ俺溶かしすぎないよ大富豪ちゃうから俺言っとくけどよし行くぞまずはこっちをレベルマックスとでもこれさエコー迷彩って、まだアンロックされてないよな。いやもうこれ多分アイアンサイトも変わる。え、これはエコー迷彩じゃないでしょちなみに。ちょっとなんか青くなってるけど、これはちなみにエコー迷彩ではない。で、問題は、まだもう一つあるんですよね。俺のミッションはまだもう一つあって、こっちのね、片方の方は行ったんですよ。片方の方は。あとさ、クリグ6かー。これクリグ6いやー早くこんな悪夢冷めてくれ。よっしゃーよっしゃーこれで、レベルマックスクリグもレベルマックスに来たよこれで、なんと来たあ10万かかってます。で、一応これはね、なんかミシックレベルってやつのところの上にエコーっていうのが追加されてて、んで、これで、迷彩のシーズンのフロストワイヤー。が、アンロックされましたよ、と。あ、でもさ、確かに、あ、これ、なるほどな。この普通のシーズン迷彩って一部しか変わんないじゃないですか。だがたかし、こっちっすね、フロストワイヤーはもう全部変わるって感じなんや。ほう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 。ある意味、パーフェクト迷彩のダイヤモンドよりかっこいいかもな、これは。間違いない、これは。てか、かっこいいって言って。かっこいいって言って、これ、コメント欄でまだダサいとか中二病みたいな言わんといて。10万かけてんねんから、こっちは。かける思いが違うから、あんたらとは。ほんで、一応、これがミシック迷彩のジャック1、2ですよ、と。で、ここに、迷彩ちょっと装備していきましょうか。うわー、でもこれちょっと、ま、ゴールドでも全然かっこいいよ。全然かっこいいよ、ゴールドでも。ちょっと待って、なんか、ボビーオロゴンのモノマネしてるわけじゃないからな。で、これがフロストファイア迷彩ですよ、と。いや、このままだって、もうこんな、これでいいやん。
これでいいやん。しかもさ、これさ、フロストファイヤーより余裕でエーテルのがかっこいいっていうな。うわ。えっどこれ。で、これ思ったんすけど、俺一応レベルマックスにしてるんで、この見た目も変えれますよと。なんも変わらんや。なんも変わってない。あの、ごめん。ちょっと待って、これも、これ俺だって実際に金払ってるんですから文句言わしてくれ。俺は客や。なんも変わってないやん。ふざけんなよ、マジで。返すよ。で、一応アイアンサイトも、まあ、見ていこうか、これ、サイトもな。ちょ、一回さ、眺め猛暑見ていいですか？後でアイアンサイト見よう。俺、眺め猛暑結構楽しみやったりするんや、ミシクメさんの。MG40 に超えてくれ。おう。土星、火吐くんでしょ？燃えるんでしょ？来た。熱っ！熱っ！激アチー！俺の財布も火吐いてるわ。もう死んだかもしれん、ワンちゃん。いや、しょぼ！ってなんですけど、アイアンサイトの紹介ですね。まず、レベル1がこんな感じですよ、と。そして、レベル3がこんな感じですよ、と。まあ、レベル3もなかなか見やすいけどね。そして、レベルマックス、待望のレベルマックスがこんな感じですよ、と。どうですか？俺は、まあ、レベルマックスが一番見やすいっていうのはそうなんやけど、レベル1からレベル5にするときのこのお金のことを考えたらさ、もうちょっと変わってくれてもいいよな。ちなみにね、これ残弾カウンターに関しては、ここの黄色い部分ですね。黄色いね、なんかヒラヒラの部分があるじゃないですか。これね、一発撃っていくごとに、ほら。どんどんなくなっていくって感じですね。正直言ってめちゃめちゃ見にくい。いや、ちょっと今日ほんまに文句ばっかりでごめん。でも普通の明細としては、すごいね、クオリティは高いんですけど、なんせ10万円かけてるんで、期待値はそれほどね、すごいから、まあ、この気持ちは分かってくれるんじゃないかなと思う。もうなんか1万とかでこのクオリティやったら、うわーすげーってなるんやけど、もう金額が金額やからさ、俺も。こんなんで俺から10万むしり取るとかほんま汚い大人やで。でね、これちなみになるスケールも、副産物の M4 を見てみていいですか？ほら、変わってるよ、これ、アイアンサイト。え、デボのアイアンサイトってこんなんやったっけ？違うかったよな。なんか確かに、見やすくはなってる。ええやん、これ M4 の副産物。全然ありです。で、一応さ、これクリグ6も見ていいですか？これね、フロストファイア。10万円の、迷彩です。ほう。ちょっと薄い青がさらに濃い青になったよな。ちょっと待って。これなんか上見たらさ、赤っぽくならん。だよな。ちょっとなんか赤みがかってるっていうか、ほら、下向いたら、下向いてもなんかちょっと赤っぽくなるのか。これ、わかった。これ多分影やな。影によったら普通にこんな感じに、青になるけど、なんかこういう、光、日光とかに当たったら、赤くなる。って感じか。ちょっとピンク色っていうか、紫色やね。うん。俺のプライドが！さあ、手中に授けていこうか。よろしくお願いしますと。10万円かかってんねんぞ、こっちは。夢を見させてくれ。もう、ええ思いさせて。なあ、頼むからええ思いさせてくれ。ちょ、キルチューでいっちゃうわ。20キルいこう。20キルできたら、ドラゴンボールツラー、ドラゴンボールツラー、いいよいいよ。で、そこにもいる。一応今回スミショットあるから、もうやってるわ！やってるわ！お前絶対無理せえよ、うらお前、赤くが言うよろしくないしくれ。ちょ、今日も、あれ、金額が金額やからな。こう言っといて、全然。でもこれさ、正直、なるほどね、BB50 使ってもらう、全然ですよ。BB50 で、なるほどね。お前のその思い打ち砕きますよ、と。なんせこっちは10万円かかってんねんからだって、全然燃えねえじゃねえか。今回一応ね、そのドラゴンブレスラン使ってるんですけど、もうちょっと丁寧に行こうか。もうちょっと丁寧に行った方がいいか。とりあえずこういうことでしょ？近距離絶対負けたか。いや、これさ、さっきにも言ったかもしれんけど、武器としてはね、あんまり強くないよ。もうだから武器としてはあんまり強くないっつってんの！なん、ほんま汚い大人で。いや、これしか出へん、これほんまに。ほんま、これで10万とかふざけてんのか。一旦これ、ミスティックデバイス。ミスディレクションデバイスな。よく怒られるから言うねんけど。こういうことですよと。マイ。絶対前置いてる。ちょ、マイまみれやねんか、お前。カラクリ屋敷か、ここは。で、ちょっと待って、絶対前やるよな。これさ、てか、上絶対ある。ちょ、上、お前、わかっとんねんて、これ、ほんまに。お前、こっち、お前、無課金武器で俺に勝てると思うな。このゲームは課金ゲーやぞ。おるのは知ってたけど、わかった、そこで MG おるぞ。やれ。
この。おーし、よし、元薬いくよ。せーの、元薬チャンネルと、で、それ左も来てるよ、右も来てるよ。でも行くしかない。これが男ってやつ。おったけど、もう、マインやめてな。マイナスな。マジでマイナス。マジでマイナス。で、ショッカーしで、玉なしまで行ってよ、玉なしまで。玉なしって言い方やめろ。で、よし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 、外役には外役って感じか。敵もなんか魔王使ってきたけど、俺に外役で勝てると思うなよ、ほんまに。外役最強決定戦や。外役のオンパレードな。さて、これスティムショットで一気に距離詰めちゃおうか。距離詰めいくよ。リアルで友達と距離詰めるのはできんかったけどな。おい、行くぞー、見せてくれバーイス。ドゥン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 、これ、これ20万だろ。20万だろ、これ。気持ち、もうキモすぎだろ、お前、マジで。落ち着いて落ち着いて。これ入れて。コン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 。外役いっちゃうよ。三度の飯より外役だい。気持ち良すぎだろ。あ、待て、落ち着け落ち着け落ち着け。落ち着け落ち着け。コン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 。もう向こうが外役だろ、ほんまに。ちょっと待って。俺の上を行ってやがる、こいつら。無課金武器のくせに。やっていられるかよ、こんなもん。ちょっと待って、俺の目の前でさ、お仲間がおる、お仲間が。負けられへん、こんなやつに。俺、せっかくさ、こんだけ課金したのにさ、負けで終わるって悔しいやん。で、これ来てない？いや、なんかね、アショットするっていうか、あ、お前今、え、違う？これさ、絶対詰めてこないよ。なぜならあいつらは臆病だから。さて、近距離絶対負けたけよ。ちょ、お仲間お仲間、これ何の武器使ってるこいつ。こいつ赤が好きなんやな。なんか武器の色も赤で統一してる。なあ、もうやめないか。やめないか、外役。よくないと思うよ。お前名前覚えたからほんまに。なあ、お前絶対燃やしてるからな。仮装じゃ仮装。左。よし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 、一発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 。これちょっと待って。味方はしっかりカバーしてくれるところまで行こうか。で、これね、行ったらおるんよ。絶対行ったらおる。もう、近距離。来い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 。後ろからの射線は大丈夫やな。後ろからの射線は大丈夫やな。いいぞいいぞいいぞ。これ、チーディスやから、なあ、もう、対空しないか、味方。対空しないか。それは対空しないか。それはさすがに聞いてない。なあ、ふざけてるお前ら、接待プレイしろよ。なあ、もう、気色悪いわ。死ねボケこれ。あかんあかんあかん。無課金勢に負けるわけにいかへん。絶対にな。燃やした燃やした燃やした。あのさあ、俺無課金勢に負けるわけにはいかないんだよね。来た、ミスティックデバイスを。もう、うっとうしいわ。潰すぞお前。ほんまにいい加減にせよ。大概にせよお前ら、ほんまに。生きて帰れると思うなよ、あまり。にゃん。あはは。こいつら、こいつらマジでやべえ。こいつら勝ちに貪欲すぎるだろ。勝ちに貪欲すぎて、プレイがキモくなってるぞ。前から言ってるやろ。キモいのは顔だけにしてくれ、頼むから。全く思んないからやめろ。なあ、思んねえわ。マジでつまらん、こいつお前。なあ、ちょ、マジで勝たせてくれ。ちょ、敵も張り切り。ちょ、もう、敵も張り切りすぎだろ、こいつら。なあ、ちょ、来いよ。切れるぞ、俺。なあ、俺をあまり怒らせるなよ。来た。なあ、もう、なあ、弱いだろ、これ、ふざけんなよ。誰が課金すんねん、このゴミ武器に。死ねよ。来た。もう、うっとうしいわ。もう、ちょ、無理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 。無理無理、おかしいおかしい。金貸して。信じられへん、信じられへん。なんでこんな切り動画してんの、俺。なあ、なんで俺さ、課金してさ、俺が接待されるはずだろ、普通は。なあ、普通に考えて。俺、どんだけ金つぎ込んでると思ってんの。なんでこんな無課金ぜ。なあ、スマートフォンのママフォンでやってる奴らに負けないから、ふざけんなよ、お前ら、ほんまに。舐めてんちゃうぞ、世の中を。で、もうこれ、もうこうするわ。もうこうするわ。ごめんな、ごめんな。お前ら絶対ええ墓のとこに持ってるけど、ちょ、いかんでいいよ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 。よし、もうそっちにする。汚な、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 うわあ、ダメだこりゃ。金返してくれ頼む。金返してくれ頼む。なあ、俺ほんまに無理、ほんまに無理、ほんまに無理このゲーム。おい、もうキルバックすな、ほんま。あかんあかんあかん。 AK ちょうだい、 AK ジャック12と交換しよう。ほんまによくない今のは。なあ、もう終わってんねんけど。こんな、
ちょ、赤赤、これさ、これ、これ、ある一種のネガキャン動画だろ、これ、アクティビション売れないよ。テンセントさ、売れないっすよ、今回の明細。ごめんね。ごめんね。俺はね、そのありのままのことを話すんだ。お前、ほんま、殴るぞ、ゴミ、ほんま。ふざけんなよ、お前。俺のメインディッシュの時間を、ディナーの時間を邪魔しに出てくれたのから。もう、キモいわ。しんのけ。もうやろ、もうやろ。な、終わってるわ、この武器。終わってるわ。てな感じでどうだったでしょうか。これからもですね、こういったような動画ね、バンバン上げていきますので、よろしくお願いします。